ね、見てましてね、非常に落ち着いた感じがあったんですけれども、やはり自信ですか？そうですね。とりあえず今日は勝ちます。勝ちます。はい、どうぞ。柴田選手でした。必ず勝つと言って、これからリングに上がります。昭和45年にメキシコでビセンテ・サルジバルと、そして48年にはジュニアライト級でホノルルでベン・ビラフラーを破りまして、海外で2階級制覇をいたしました。この柴田文明、今回が3回目の世界タイトル挑戦です。22歳で沼田からタイトルを奪いましたアルレドンド。日本の柴田文明、これまで過去2回の挑戦で素晴らしい挑戦試合を演じてまいりました。さてレフリージャッジが紹介されまして、今レフリーのレイ・トリスさんが両選手を間に挟んで試合前の注意です。昭和49年2月28日、東京両国の日大高堂で行われた WBC 世界ジュニアライト級タイトルマッチ。この一戦は白井義雄、ラドマリノ戦から数えて、日本で行われるちょうど100回目のタイトルマッチ。フェザー・ジュニアライトの2階級を制覇、8回も世界戦を経験し、全ての面で24歳のチャンピオン、アルレドンドを圧倒する26歳のチャレンジャー柴田。沼田義明からタイトルを奪って以来、岡部進、アポロ義雄、柏場森人と左一本で日本史上を欲しいままにしていたアルレドンドに対し、柴田は変化のある攻撃で一方的にポイントをリード。試合はチャンピオンらしさが全くなく、柴田ペースのまま、いよいよ最終週15ラウンドを迎えます。チャンピオン陣営です。ご覧のように顔は完全に、第1ラウンドと変形いたしました。さあファイナルラウンド、挑戦者の柴田、早くもコーナーから飛び出した。さあ最終ラウンド、ゴールが飛び出ました。場内から大きな歓声です。白井さんの採点ではなんとここまで10ポイント柴田が抑えています。10ポイントのリードです。ワンサイドになりました。わからないですよね。チャンピオンとしてはもう最後、もういわゆる死んだ気になって打ち合いを、そういう気持ちでしょうね。そうですね、もうワンツーワンツーでね、攻めるがいないでしょう。これはどうか、これはダウンではありません。スリップ、これはスリップです。チャンピオンのパンチ、柴田はこれをウィーリングで避けています。しかしプライドがあるんですね。思い切ってやってますからね、チャンピオンもね。最後の気力という感じですね。やはりチャンピオンのプライドでね、はい、ラストラウンド頑張ってるわけですね。さあ打ち合い、チャンピオンの左のアッパーカット当たってますよ。チャンピオンのパンチが、柴田が打ち合いに行きます。柴田が打ち合いに行きます。しかし柴田はこれだけポイントリードしているのに果敢ですね、うん、いいですね、まあ、これはもうやっぱ勇気があっていいですね。さあ1分を切りました。柴田の右、柴田のボディーブロー、胸に来るところがある。なんとしても歴史に残る、3度の王座返り咲き、男の執念でやってみせますということを言っておりました。挑戦者柴田、その公約通り、左右のストレート、左右のパンチ、ボディーブロー、最後までチャンピオンを痛めつける挑戦者柴田の右、ほとんど時間
ほとんど時間はなくなりました。試合終了。試合終了です。試合が終わりました。世界ジュニアライト級タイトルマッチ15回戦試合が終わりました。最終ラウンドの白井さんの採点は5対5と、このラウンドはイーブンですが、挑戦者の柴田、白井さん、これはもう問題ないですね。もう問題ないですね。もう私はもうワンサイドになりましたね。本当ワンサイドですね。確かにね、